I won't look back when you're around. I won't think twice when you're around. おはようございます。はい、始まりました。はい、ただいま朝の7時45分です。はい、早かったですね。ありがとうございます。いやー、はい、今回はね、僕が企画いたしました原宿表参道で、パンケーキ食べ歩き企画でございます。はい、楽しみにしてました、これ。原宿といえば、僕ら普段ジョル原宿さんとかね、よくライブさせていただいてますけれども、はい、そこから近いということで、女性の方おすすめのパンケーキ屋さんをね、紹介して、コロンさんとニッシーさんをお呼びして、はい、待っていこうと思います。はい、よろしくお願いします。そして、今回ゲストの方がいらっしゃいます。強力なサポーターの方がいらっしゃるんですね。そうですね、はい、僕普段あんまり甘いものを正直食べないので。え、そうなんですか。なんでこの企画作ったんですか。ほら、女性の方がいっぱい、ね、そうですね、ご覧になるじゃないですか。見ていただこうっていう、そうです、おすすめの気持ちですね。そうです。それでは、本日ね、アドバイザーの方来ていただいてますので、ご紹介いたします。野田俊彦さんです。すごい、めちゃめちゃすごい人じゃないですか。めちゃめちゃすごい人じゃないですか。半端ないです。よくないですか。やったよくないですか。パンケーキのことなんですかね。ちなみにですね、はい、僕が、今はね、事務所の紹介で、通ってるジムが別にあるんですけど、そのジムに通う前に通っていたジムでトレーナーをしてくださっていた。でも今日パンケーキの食べ歩き企画ですよね。そうです。そうですね。え、パンケーキはあれなんか、なんかお好きなんですか。そうですね、全然トレーニングと関係ないんですけど、もともと甘いものが好きで、8年前にパンケーキを初めて食べたんですけど、それがすごい衝撃的で、そこからもう全く趣味でパンケーキ巡りをしてるので、それがもう来てる。ちなみに野田さん、インスタグラムでそのパンケーキ食べ歩きの様子をいろいろアップされてるんですけど、それが好評というか、フォロワー2万人超えです。僕の約40倍です。ちょっと複雑な気持ちになりますね、それね。いや、もうじゃあお仕事とは関係なく、本当にただ趣味でパンケーキを食べる。そうでしたね、全くトレーニング真逆なんですけど、食べても体にしてますけど、ちょっと設定とかない。女性の方にはね、嬉しいじゃないですか。そうですね、食べても最強維持できるような今日の秘訣だったりっていうものも伺いながら、はい、回っていこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ワンサイドストリートのお店で、こちらはどういったお店？そうですね、こちらはですね、ティラミスパンケーキといえばもうこちらのお店というけれども、こうタワーのパンケーキになってまして、もう、フワッレという、タイプになって、非常に、有名で美味しいな。ティラミス、ティラミスですね。美味しそうな匂いがプンプンしてますもん。本当にもうメニューがね、美味しそうなのしか並んでなくて、なんかむしろどれ選ぶのかっていう、ティラミス以外もね、本当に絶対食べたくなるようなお店ですね。ちょっと見た感じ、はい、ちなみにおすすめはやっぱりティラミスパンケーキ、はい、そうですね、全部美味しいと思うんですけど、ジョパンは人気なのかなと思うんですけど、この辺原宿一帯では僕もいくつか食べてもらうんですけど、ティラミスパンケーキはここが一番美味しい感じ。手前の方にやってまいりました。注文したのが、僕がね、クリームチーズとミックスベリーのパンケーキです。で、ニッシーがこちらのキャラメルソルトと紅茶の紅茶と、フレッシュオレンジを注文しました。はい、で、野田さんが、ここはティラミスパンケーキを注文しました。さっきおっしゃってたやつですね。はい、いただきましょう。はい、いただきます。
ごいふわっと香る。フィンチーズさっぱりしてますね。濁り甘いのが苦手な方でも食べやすい。落ちりがちなんですよ。本当に美味しいもの食べ始めるとマジで無言になる。いや、わかりますわかります。キャラメルかけてもなんかこうちょっと塩味が増して甘さってすごいよく合いますね。なんかあの香ばしさが紅茶とクリームの甘さと相まってすっごい美味しいです。やばい。美味しいです。私長々と言うと。でもあの上に乗ってるクリームチーズ焦がしてあるんですよ、うん、シャリシャリしてます。シャリ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 してて美味しいですか。でもあれですね、重くないですね。そうなんですよ。もう食べ終わりそうです。やばっ。やばっ。めちゃめちゃ美味しい。美味しいです。ベリー系好きなんで美味しいですよね。ちょっとラズベリーですか。うんうん。会話が女子。じゃあパンケーキ食べたら女子力も上がりますよ。甘いものいっぱい食べて体型を維持する方法とか、やっぱ疲れるんで。そうですね。それはめちゃくちゃ疲れます。散らしますか。2軒目に取っときますか。話題は近い放送で太らない秘訣教えます。あれですね、パンケーキはゼロカロリーですね。ゼロってことね。まあでもやっぱり我慢はしたくないじゃないですか。なんか痩せたいとかあっても美味しいものはやっぱり食べたいし。それはそうなんですよ。美味しいものを食べられない人生だったら太ってなくていいんですよ。間違いない。美味しいものを食べれる人生だったら太ってなくても全然いいよ。あれじゃないですか、痩せるためにも美味しいものが食べられないのってなんかちょっと三大欲求の一つを満たさなくていいのかって感じですね。ストレスですしね、食べれないの。本当ですよ。はい、ということで1軒目、完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや美味しかったですね。本当に野田さんのおすすめは全然間違いなかったですね。ペロリでした。一度って言ってましたけど減量中。減量中なんですけど減量中ってことはつまりはいっぱい食べる人間だと思います。あいっぱい食べて太ってたから減量中なんです。甘いもの大好きなんでね、もともとね。まあでも動けばね、食べてみる。まあパンケーキはゼロカロリーだってさっきおっしゃってましたし。安心して今日はいっぱい食べます。はい、そう、一つだけお食事系です。お願いします。どうやってるんですか。すごい、いや、おしゃれですよ。はい、おはようございます。ごゆっくりどうぞ。はい、はい、